ああ、レイラ、こちらカズサの彼女のミオリちゃん。どうぞ。へえ。私、小沢レイナです。よろしくね。はじめまして、木本ミオリです。よろしくお願いします。カズサ、久々じゃん。久々だけど。はい、これ。何これ。この間誕生日だったっしょ。え、マジで？うん。何歳になったの？30年。わ、おじさん。おい、レイナもそんな変わんないだろ。ああ、私まだ29だもん。はいはい。何これ、ハブシュ？先週沖縄行ってて。へえ。ああ。え、じゃあこっちは。それもハブシュ。もっとすごいやつ。おい。おい。下品なやつ。新規彼女の前での私仲いいですアピール。で、どうせこの後は。え、ってことは私たちもう出会って8年ぐらい経つってこと？そんぐらい経つか。うわ。はい、来た。もう出会って何年だねアピール。そもそも出会って何年も経ってんのに。新規彼女にマウント取んなよ、ダセ。でもカズサタイプ変わったね。前はもっと綺麗でモデルみたいな子がタイプだったのに、なんか正反対になっててびっくり。おい、レイナ、ミオリちゃんごめんね。こいつほんとサバサバしててこういうこと言っちゃうんだよ。悪気はないんだよ、いいやつだから許してやって。全然、初めてカズサの女友達に会えたので嬉しいです。カズサのこと、いろいろ教えてください。もちろん、何でも聞いて。やった。何から聞いちゃおうかな。残念でした。あんたらはいかにも自分が最高の理解者みたいな顔してるけど、扱いは男友達と一緒なんだよ、バーカ。なんかミオリちゃん子供っぽくて可愛い。私って子供っぽいですかね。そんなことないよ、ミオリちゃんはマジで可愛い。港区女子にはない純粋さがある。めっちゃわかる。ドレミー、嬉しい。ありがとうございます。レイナさんは大人っぽくてかっこいいです。え、確かにレイナは昔から大人っぽかったイメージ。なんかすごく頼りになってお母さんみたいです。Thank you.